バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイはですね、なかなか皆さん、体調管理厳しいと思いますけれども、私もねちょっと体調崩してるって感じでございますが、最後までねイチャイチャお付き合いいただけたらと思います。まあね、声に、元気がもしなかったとしたら、ツヤでねツヤでカバーしましょう。何言ってんだこいつはとね大丈夫かと、まあ、大丈夫でしょということで、皆さん1曲目、私ねこの間ビューティーフェスアットセンテラス天文館というねイベントを、行いました。 B というとね化粧だのエステだのとね囚われがちかもしれませんけれども、私はね分かりやすくビューティーフェスとタイトルをつけただけで、女性が、女性だけじゃないんですよ、男性も含め自分らしく毎日輝くお手伝いをしたいなと思ったわけです。と言いますのもね、ようこいつも新しい CD が出るたびに今リピートして聴いてるよと温かい声をいただきます。そして新しい CD が出た後やっぱり前のも聴きたくなって好きな曲を聴いているんだよという温かいメッセージもいただいたりしております。でね、何が言いたいかと言いますと、毎日皆さん何かをしながら、ね、音楽を聴いたり何かをしながら化粧水を塗ったりとかね、そういろいろこうながら時間ってあると思うんですけれども、ご飯作りながら考え事をしたりとかもそうですよ。なのでね、そのながら時間が何より大人の私たちをね自分らしく過ごさせてくれるわけですから、その部分がね潤ってもらったらいいなという思いでね、いろんなもうプロフェッショナルを集結していただき、集結させ、大成功に終わったはずでございますね。その時、よくステージ1時からのね30分ないし40分ぐらいの予定でございましたが、なんと雨も強まる中でしたので、皆さんに足を止めていただきたく5ステージ歌いました今から歌いますみたいな感じでね、で最後の最後もう歌わなくていいでしょうと、8時にクローズでしたのでね、その前にヨーコさん今日のご褒美に歌ってよと出店者の方々にそういうお声いただきまして、最後の最後までヨーコは歌わせていただいておりましたが、8時になるとさすが繁華街、鹿児島一の繁華街ですね、酔っ払いの方々がバーッと集まってくださり、なんかもう知ってる歌でも歌いようもんなら、もうなんていうのあれは肩組んでね、まあ、今このコロナ禍なのでねそういうことはしませんでしたけれども、しないように心がけましたけれども、もうね本当歌い出すんじゃないかってくらいねお客様がノリノリでいてくださいました。本当皆さんありがとうございました。ということで、この曲1曲目お届けしたいと思います。ようこで愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のよ何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会う
ことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたきひとつほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中ずっと。お聴きいただきました曲は陽子で愛実でした。大人なナンバーでございますが、お母さんになった私がね、輪廻という言葉をもとに、歌詞を書いたんですけれども、まあ、今ね2人目のねのんちゃんね、シノンはねその日はねもう受験生ですからお勉強しておりましたが、ビューティーフェスのあの日は土曜日ですね、土曜日のんちゃんはね私のお腹の中で抱っこ紐で抱っこされながら、パパにも抱っこされながら一日ねそう過ごしてくれましたが、なんかねやっぱりキス&ハグというね曲のタイトルをつけたアルバムがあるだけに、まあ、チューもですけどギュッてするのってねすごくパワーがね生まれることだなと思うんです。まあ、感染症とかでね皆さんね今まで何気なくハグしてたアメリカンなね男性も女性も多かったと思いますが、そのアメリカンな方々が感染症対策のもと触れることができないとなっていますよね。でね女性はともかく男性の皆さんハグおじさんいらしたと思いますけれども、ミュージシャンハグおじさん多いですよ。ハグおじさんはさこれディスってるわけじゃないんです。私の周りはまあね音楽大好きな方々なんで愛があふれる方が多く、おーよく来たねとかお久しぶりみたいな感じでね、あ元気でしたかっていう挨拶代わりにねしていたことが今ないわけですよね。握手もできない。そうすると免疫力下がるんじゃないかなと私の持論でございますが、だって言いますよね、子供たちも免疫力を上げるにはスキンシップが大事だとね。えうちのね2番目ののんちゃんはねママの顔が見えないとすんごく泣くんですけれども、でもねそういうのんちゃんも私が体調を崩してると分かるとねすごくね思いやってくれる、なんて素敵なレディーなんだお姉ちゃんに引き続きということがねまあ最近ありました。でねこの、まあ、スキンシップからも生まれるねこうコミュニケーション、あと言葉、のんちゃんはね上手に喋れないけど言葉は分かってくれるわけですよ。なので今このご時世言葉でねつながるスキンシップ、私は大事にしていきたいなと思ってます。じゃあ皆さんどんなことを思いつきますか、どんなこと思いつくかな。まあ分かりやすく言うと愛してるよと、で陽子のねあの応援していただく皆さんもね、陽子を応援してくださる皆さん、奥様に愛してるだの言えないと。いや酔っ払った時ね、うちのおじちゃんとかねあのおばちゃんの名前呼んで愛してるよとか言うけど、まあそういうねお酒の力を借りないと、大事な人にね好きだとかも言えないとか、なんかねその気持ちはわかる気がします。陽子自身もね自分がね男性からは、3度愛してると言われたらいいんじゃないかというね、10代のね頃そういう思考をね持っておりましたけれどもね、まあ、とにかくねその言葉でのスキンシップって大事だなと。で私は、お母さんなので、いってらっしゃい、おはよう、おやすみ、愛してるよ、大好きだよ、ありがとうねとかね、そういう言葉、毎日あげる言葉、なんていうのかな、こう植物にお水をあげる的な、そういう思いでね。そうだってさよくあるんですよ、自己肯定感を高める方法、ね、そうじゃない方法っていうね。で私はどちらかというと、まあ、自己肯定感がない女でしたので、そういうなんかこうちょっとしたニュアンスね、
分かることがありまして、でまあね、例えばね、毎日愛してるよって言われるより、愛してるの数より、毎日、お前はなんてそんなやつなんだと否定ばっかりされると、皆さん心の中のお花はどっちに咲きますかという話でございますね。なので皆さんも大事な方と寄り添う時間、ぜひぜひ、まあ、プラスの言葉というより愛のある言葉ですね、愛のある言葉を心がけてください。そして本当毎日同じことを伝えるってすごく大事だと思いますので、今日は言ったけど明後日でいいかな、あ気づけば1週間言ってない、ありがとうなんてやめてくださいね。大事な方にはいつか言えなくなる日が来ます。大事な方だからいつか聞けなくなる日が来ますからね。だからこそ毎日何回でも言葉のコミュニケーション、愛のあるスキンシップね、ぜひぜひ行ってみてください。ではソナイヨーコから、今夜2曲目お届けします。キス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合う、広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛、付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに、お届けしました曲はヨーコでキス&ハグでした。まもなくクリスマスね、もう始まりますよ、というか今日が11月24日、明日は25日、もうクリスマスへのカウントダウンは始まっております。わお素晴らしいね、ようこクリスマスおばちゃんなのでね、この間かわいいサンタさんとクリスマスツリーのピアスを作っていただきました。そしたらね、15歳のシノンもね欲しがってたので、じゃあイヤリング作ってもらおうかって話をしたところなんですけれども、皆さんサンタさんには何をお願い事しますか。ようこは皆さんのね笑顔が本当もう寿命で終える命、もう戦争をやめてくださいっていうことです。平和を願います。もう本当さ、もう自分たちですればいいのにね、もうなんていうの、もう自分たち何考えてんのかねっていうね、本当いたたまれないですよね。なのでとにかく世界平和、そしてワールドカップねスタートされましたね、日本勝ちましたね、すごい、やっぱりさ、こう思いがね通じた瞬間、また新しいパワーが選手たちにも生まれると思いますからね、引き続きみんなで、そして国をね隔てて応援していけたらいいんじゃないかなと思います。これこそ世界平和につながるようにね、皆さん自分の国のことのように皆さんを応援しましょうね。はい、そうようこと、サウンドプロデュースで抑えに来てるギタリストのイッシーが手がけていますジャンケンマンさんのね新曲、来年公開なんですけれども、
じゃんけんマン、もう早速ワールドカップね、ニュース映ってますね。白塗りの方多いけど、じゃんけんマンは耳が生えてますし、まあすぐ分かりますよ、ね、じゃんけんマンたちも、もう最初の試合観戦からゴミ拾い今年もされてます。彼はね、毎月そういうグリーンバードというね、ゴミ拾いをする団体と一緒にチームじゃんけんマンでね、ゴミ拾い活動をされてます。そして奉仕活動、慈善活動、おー素晴らしいですよ。でね、彼は自分のなんていうのかな、こう、痛みとか、優しさとかね、こう人にいい意味で強制はしてないんですね、うん、だからそういう姿勢をやっぱり一緒に仲間になって応援したいと、まあ私もですけど、私たちもですけどね、やっぱりこう一緒に力になっていきたいって思わせる、そういう人間力ございますね。見習わないといけない。なので子供たちをね、大好きなじゃんけんマンさんに、私も子供たち大好きなんでね、お母さんの陽子として関わっていきたいと思って、一緒にミュージックビデオも新曲も作ってます。すごく可愛いダンスの振り付けはあるので、来年はこの楽曲がね、まだタイトルは決まってないんだよね、いろんな方にね、そう、音時間として伝わって、子供たちのステータスとしてね、あー今日もじゃんけんも踊れた、楽しかったみたいな感じでね、そう広まっていくことを私もお手伝いしたいなと思ってます。ぜひぜひワールドカップの会場でじゃんけんマン見かけた際には SNS でツイートしてあげてください。ハッシュタグじゃんけんマンとかでもいいんじゃないかな。じゃんけんはひらがな、マンはカタカナで、よろしくお願いいたします。ようこの、もう今活動いろいろ始まっておりますが、クリスマスおばちゃんは、早速12月2日鹿児島クリスマスマーケット、鹿児島で一番大きな中央駅という、鹿児島中央駅というね、駅のイベントスタートする5時より歌わせていただきます。そしてその後は、天文館の方に来まして、まあ天文館までね、中央駅から歩ける距離ですからね。で8時半から陽子はミリオネーションというね、まだね、天文館公園という大きな公園をね、綺麗にライトアップされる、そのイベントがねスタートになります。そちらの方のサンデーズイン前の会場にて歌わせていただきますよ。8時半です。そちらのイベントには、宮井紀之さん、若松剛さん、ゆうたくさん、そして陽子となっております。でなんか話によると、6時半から7何時だったかな、まあ7時半までだったかな、そのくらいにカラオケ大会があるらしく、100点を出してくれというお誘いがあり、私点数悪いんだけどと思いながらね、参戦しようと思っております。そう、応援してくださる方々の力になれれば、陽子は100点出すために頑張りますよ。選曲アドバイスください、お願いいたします。来週のラジオでね、陽子これ歌ってよみたいな感じで、100点出せる曲なんだろうね、なんだろうか、シンプルな曲の作りがいいよね、頑張りますということで、初心を忘れちゃいけないなという陽子は皆さんに今夜もお届けします。大好きな一曲、アンフィニッシュドストーリー。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる、心満たされてく。やっと気づいたの、場所探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その太陽のように。
つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく続いてく何度立ち止まっても一歩バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。ヨコはですね、皆さんにさこうラブを届けてるわけですよ。ラブね、だいぶ昭和の香りもしておりますが来年1月スタートね、2023年した時からヨーコは皆さんに新曲じゃん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 アップしていきますんで、その新曲たちをね CD ではなく映像と一緒にね、まあ全部が全部ミュージックビデオは難しいでしょうけれども、まあね新曲たちを聴いていただき、いろんな形でふざけて作ってみたりとかもしたいんでね、そう、そちらの方もねお楽しみにお待ちいただきたいなと思っておりますよね。チームヨーコはですね、今あ、そう、皆さんに謝らなければいけないんですけれどもね、そうそう、あのカバーアルバムのスターズ、ちょっとね制作いろいろ許可申請とかにね思った以上に時間がかかってしまいまして、リリース日の変更がございます。12月24日クリスマスイブに毎年ねリリースしていきたいなと思っておりますので、今回ちょっとね予定は今月の予定ではございましたが来月になりましたので、今しばらくお待ちいただけたらありがたいです。本当
楽しみにねお待ちいただいている皆さん申し訳ございません。もうね全ては整っているんですけれども、あとは皆さんのお手元に届くまでの許可ね、はい、というところでございます。では、来週以降はスターズからも楽曲をお届けできたらいいなと思います。12月はお届けできるでしょうね。皆さん手洗いうがい、そして休養ね、ちゃんと休んでいっぱい食べる、そで素敵な朝を毎日迎えて1週間ハッピーに元気に過ごしてくださいね。ひよこも頑張ります。それではこの後はひふみさんのひふみずばーの放送でございますよ。皆さん今夜も楽しんじゃってね。では一緒にバイバイハッピー。